エンタープライズさん、こんばんは。ヤブン、お疲れ様です。君たちこそ練習お疲れ様。寮に戻るところかな。ええ、ユニオンの皆様につい先ほどまでご馳走していただいていました。そうか、ご一緒できなくてすまなかったね。いえいえ、そんな。ユニオン、素敵なものばかりだろ。明日はぜひ鉄血とも交流を深めてくれ。応援しているよ。はい、 ありがとうございます。おやすみなさい。良くも悪くもセイレーンと何度も対峙をしたようには見えないな。演習の時ともまた違う人物に見える。君たちのような若者になるべく余計な苦労をさせたくないのだろうな、赤城。さて、駿河、無事部屋に着きましたね。うん。疲れていたのですね。すぐに気づけなくて申し訳ないです。あれ、どうかした？何か外が少し騒がしいですね。私には何も聞こえないけど。島風のこの耳よく聞こえるんですよ。ちょっと様子を見てきます。話したいことがあったんだけど。いいわ、また明日ね。はい、おやすみなさい。物音がしたのはこっちからだけど。お、ロイヤルの皆さんだ。血相を変えてどうされたんでしょう。あら、島風ちゃん、あなたってもしかしてセイレーンにすっごく縁があったりしますか？え、どうでしょう。何かあったのですか？はい、実は会場で警備に当たっている姉たちから緊急連絡がございました。表面海域の発生を今しがた確認したと。表面セイレーンが突然出現するときにね、事前に辺りの海や気候がいびつに変化することがあります。大嵐や険しい霧の発生、そして変色する海、そういった異常気象が起こってしまった海域を指す言葉が表面海域ですよ。そろそろ一般的な情報としてみんなにも伝わるんじゃないでしょうか。覚えておいて損はないと思いますわ。つまりセイレーンの誰かがまたここに来ているということでございますか？ご明察でございます、島風さん。12時の方向に大きなジャミング反応です。しかしこれはあまりにあからさまですね。こんな状況下でわざわざジャミングをするのは多分おとりでしょうね。でも無視もできませんわ。ベルファスト、ジャミングのある方をお願いできます？こちらは私に任せて。イラストリアス様、よろしいのですか？あなたは一人しかいないのですから、ここは二手に分かれましょう。結局どちらが本命なのかは分かりませんし、両方にいるかもしれませんしね。しかし、あの、僭越ながらこの島風、イラストリアさんのお供をさせていただけないでしょうか。まあ、あの赤城様も認める島風ちゃんが。素敵な申し出、感謝です。とっても心強いですわ。どう、ベルファスト、やっぱり心配ですか？いえ、滅相もございません。島風様、ご助力痛み入ります。それではどうかご分を。万一のことがございましたらすぐに駆けつけますので。ええ、合図を決めておきましょう。
かしこまりました。じゃあ島風ちゃん、少しこの辺りを散歩してみましょうか。ええ、緊張感もある夜のお散歩ですね。うん、さっきまではこの近くでも反応がありました。きっとすぐそこよ。イラストリアさん、まさかあの人影はセイレーン？そのようですね。止まりなさい。おっと、見つかっちゃったか。おとりに引っかからない頭のいいのがいたようだね。島風ちゃん、私の後ろに。で、あれ？ちょ、あなた、ユリさんじゃないですか。おや？ち、島風もいたのか。知り合い？そうですね、ユリさんの機械を壊したのが私で。っていうかあなた、セイレーンだったんですか？ああ、ようやく分かってもらえた？お姉さん、嬉しくて泣きそうだよ。再会を祝して握手でもしない？ほーら。あ、はい。待って待って、島風ちゃん、セイレーンは警戒すべき相手ですよ。そうか、これ迂闊に手を差し出したら握手と見せかけてギューって思い切り手を握りしめられて、いてててててってやられちゃうやつですね。その程度で済ませてくれればいいけど。あらら、偽装も持たない私のことが怖いのかな。何よ。ならばピリさん、握手しますよ。ほら、ただしお先にそちらが片手を差し出してください。島風はそれを両手で包み込むように握手します。ああ、ほら、思った通りだ。手を出してこない。そっちだって島風のことが信用できないんだ。ついでに、自分がやられたら嫌なことは人にもしちゃいけませんからね。今の流れでわざわざ手を出すやつはいないだろう。ええ、二人とも、ご挨拶はそろそろ終わりです。ここで何をしていたのか。ピュリさん、詳しく答えてください。別に何か仕掛けてたわけじゃないよ。そもそも、協力者のことがあるから言えないな。おっと、口が滑った。協力者？うーん、悪いけどさ、私は今謹慎中なのよ。そろそろ戻らないとすっごくどやされちゃうわけね。おまけにさ、さっきから足につけた偽装を使って密かにサインを出してるな。気づかれちゃいましたか。私は負ける戦いはしないし、今は戦いに来たわけでもない。この前のは脳幹だぞ、島風。またね。あ、待ってください。怖い口調だった。逃げられちゃいましたね。あれ、イラストリアスさん、どうしたんですか？そこの木の陰にどなたかいるみたいだけど、出てきても大丈夫ですわ。もうセイレーンはいなくなっていますよ。お、ビスマルクさん？いえ、ごめんなさい。火星がいるかと思って様子を見ていたのだけど、出るきっかけも必要性もなさそうで、なんとも拍子抜けだ。おかげさまで。どうしてこちらに？暑かったから、夜風に当たりたくて。そこでまさか、こんな騒ぎに出くわすとは。お互い、早く休みたいところね。皆様、ご無事ですか？助けに来ました！わ、ビスマルクさんもいる！お
怪我はございませんか？ええ、勇敢なお二人のおかげで私は隠れているだけのそんな役回りだったわ。いえいえ。さて、明日の演習は鉄血の晴れ舞台なのでね、いろいろと準備があるので今宵はおいとまさせていただきたい。構わないわね。はい、構いません。この時の島風はどうしてイラストリアスさんが少し険しい顔をしていたのかわかりませんでした。島風はピュリさんと初めて出会った時のことを話しながら、金塊や島内で異常が発生していないかを皆さんと一緒に調べ回りました。どうやら本当にピュリさんは何も悪さをしなかったようです。彼女が現れた、それ以上のことは私たちには分からなかったんです。そして長い夜が明けました。島風の時間ですな。おっと、何かにも使えるでしょう。何かすごいものを見つけたような。これも回収しておきましょう。先ほどよりはよほど早く飛ばせるようになったのではないか。うん、こんなんじゃまだダメ。セイレーン相手じゃ足りないよ。何がいけないんだろう。操作の目利き、方位と射角を割り出す精度、そして何より艦載機を操る己自身を信じることだ。先を行く艦載機よりさらに先を思い描く。そして力まず送り出す。うわー、すごい。あんなに早く遠くまで。私よりお前の方が才覚がある。あとは練習を重ねるだけだ。幸いセイレーンどももそこまで慌ただしくない。練習するくらいの時間は取らせてくれる。私、カバさんより上手にできるなんて全く思えないよ。そんなことはない。なんせ私は最初艦載機を扱うこと自体から逃げたからな。上手に飛ばすとか以前の問題だった。少し意外。恥ずかしいが本当の話だ。私のせいで随分と大勢に迷惑をかけた。今こうして何とかやれているのは天城さんのおかげだ。天城さん？ああ、赤城のお姉さんだな。天城さんには今でも教えてもらったりするの？聞くことはある。彼女はうんと近くてとても遠いところにいるからな。この海をどこまで行っても見つけることはかなわないが、目を閉じるだけでいつでもあの人に会うことができる。締めっぽい話をしてすまなかった。ごめんなさい。いいんだ、昔のことだ。私が技術を磨くのは過去との決別のためでもある。しかしこの世の誰しもが過去を引きずることもなかろう。
ユニコーンはあくまで自分のペースで鍛錬すればよい。なんならそこでずっと立ち聞きをしている我ら獣王の指揮官、少し付き合ってくれないか。はい。演習で見ただろ、なかなか楽しい戦場を起こせるものだ。お前も遠慮なくやるといい。装備を確認いたしましょう。沈めてしまいましょう。少しくらい待ちなさい。正義は私たちにありますわ。私も手伝うよ。耐えられるかしら。何者をも凌駕してみせましょう。よし、きっかけをつかめたか。よし、ご協力感謝するぞ、島風指揮官殿。拙者との訓練に付き合ってくれるか。え、光栄ですけど、なんだかいきなりですね。実はな、昨日もセイレーンの騒ぎがあったの。そこにまた島風が居合わせたという。何かセイレーンを引き寄せる才能を持っていないか。正直心配で仕方ない。そんなはずはないと思いますけど。したい。おまけにもう一つある。島風にとって強者とはアタゴだそうじゃないか。あ、オブザーバーさんの時のですか。どうやら拙者は島風のことを甘やかしすぎているのではないかと、そう思い始めた。すごい陶器が。
島風にとっての良い師が誰であるかはっきりさせようぞ。装備を確認いたしましょう。限ってきた。この間にフィルピッツのところへ。正義は私たちにありますわ。私が手伝うよ。痛いのは。に自慢できるな。実にいい指揮をするようになったな。連日の戦いがお前を急成長させたか。指揮官としては島風に負けるかもしれないな。そんな恐縮であります。見直したぞ。これからもよろしく頼む。
イヤルが共同警備を毎日実施中だなんてすごいよな。ここが今全世界で一番安全なんじゃない？そうでしょうとも。枕を高くして眠ってください。昨日の一件も大事には至りませんでしたし。ドンファンが一番好きだけど、姉ちゃんたちを呼んで観光してみたくなった。そう言ってもらえるなんて嬉しいわ。でもここまで警備を強化しているのに、セイレーンが来ること自体を阻めるまでには至ってないのよね。そこが残念だわ。ご安心ください。セイレーンの技術の解析は引き続き行っていますよ。鉄血のビズマルクさんが。ロイヤルでは解析してないのかよ。ってユニオンもだけどね。セイレーンの技術なんて簡単には扱えないよ。難易度だけでなく心理的な問題もあるかしら。彼女たちが平和な隣人だと良かったのだけどね。アタゴさん、間近で退治してみてどうでした？返答に困るわね。こちらと同じ言語を使ってくれるのはありがたかったけど、率直な感想を言うと熱を感じなかったの。熱？体温とかそういうの？その表現で間違ってないと思う。確かに人の姿をした相手がちゃんとした言葉で喋っているのに、壁、いえ氷に話しかけているみたいだったわ。暑い時はありがたいかも。かき氷にするといい。ピンハイちゃん、今は大事な話よ。まあ真剣に考えても仕方がないかも。私たちの理解を超えた相手だから。あ、皆さんそろそろ移動した方がいいですよ。鉄血の皆さんが参加される演習の時間が近いです。
島風、今は時間があるの？よかったら、ここで私の話を聞いてくれない？うん。長い話でも聞くよ、駿河。あれ、呼び捨てにして怒らないんですか？私に、今から話に付き合ってくれるなんて相手を怒ったりはしないわ。それに、昨夜もいろいろあったんでしょ？このトラブルメーカーめ。あはははは。島風、昨晩は悪いことはしてないですけどね。ではでは、駿河の話、聞きたいのでよろしくお願いします。私が、目立つことを嫌がる理由、それをそろそろ言っておきたくてね。昔、喧嘩別れした友達がいるせいなの。その人も感染なんですか？ええ、そう。でも、今はどこにいるかすらもわからない。ずっと連絡を取ってない。引っ込み思案だった私を、いつも気にかけてくれた、私にとっては、最初の友達、だった。だったか。その子の夢は、獣王の主力艦隊に所属することだった。彼女は、駿河も一緒にねって誘ってくれた。嬉しかったの。だから私、試験に向けてすごく頑張ったんだ。結果、私はここにいる。肝心の友人は、どうされたんですか？試験に落ちちゃった。皮肉でしょ？本当に受かりたかったのは彼女の方なのにね。あの子の夢は私の夢でもあって、私にとっては獣王の主力艦隊に所属しているだけで嬉しい。でも、獣王で目立って世間に自分の存在をアピールすること自体が、その友人へ悪さをしているようにも思えるとか？島風、察しがいいね。そうなんだよ。私は、中途半端なことばかりしてる。本当に友達に未練があるなら、主力艦隊入りの件を辞退すべきだったのに。でも、ここで頑張るのも、彼女の夢の続きだとも思っていて。島風、私、変なんだ。島風とも、いつか別れちゃうんじゃないかって。ユニオンやロイヤルの皆さんとも、あんなに仲良くしてもらってるから、余計に。駿河、ずっと怖かったんだね。そういう風に思うのは、全部自然なことだよ。自然なもんか！私、最初なんか、あんたのこと邪険にさえしてたし、とってもひどいやつだよ。私、駿河のその友達のことは今知ったばかりで、本人は今どういう心境でいるのかとか、わからないけどさ。いろんな陣営があって、いろんな人がいて、知り合って、いい出会いだけじゃなくて、残念だけど、別れもあるんだよ。駿河は、その友人と、今目の前にいる島風ってやつ、どっちのことが大事？急に何を聞いてくるの？私もね、駿河の友達になれるのかどうか、慣れているのかどうか、最初のうちは結構不安だった。でも今は違う。連日の演習で、駿河が私を頼ってくれて、私はすごく嬉しかったよ。あの時の嬉しい気持ちが、私にとって一番正直な気持ちなんだ。私は、駿河と一緒にいろんなことをやるのが楽しい。それは目立っちゃうことかもしれないけれども、私にはね、本当に嬉しいことだよ。駿河が今でもその友人の
艦隊を辞めて別の仕事をするのもいいと思うよ。それが駿河の決定なら応援だってする。でもね、もし私と一緒にこれからも練習や任務や何だろう、他のいろいろをしてくれるなら、私は駿河にとってずっと一番のパートナーでいるよ。なんだよ、島風のくせに本当偉そうで。私こういう調子のいい時が本性。駿河と似てるところと似てないとこ半々くらいじゃない？パートナーをいつまで継続するか、それはおいおい考えるな。ありがとう島風。いいってことですよ。それじゃもう少しゆっくりしていきますか。スキンシップも適度なものであれば必要ですね。装備を確認いたしましょう。はいはーい、島風ですよ。ジャベリンのこと気にかけてくれるなんて嬉しいです。私の何を見たいのかしら。何か？フットのことお教えいたしましょう。詮索は歓迎しますわ。私の装備が気になるのか？じゃがいもが好きとか私のイメージに合わない？何でも聞いて。身体検査を始めるんや。お前だから特別に見せるんだよ。いかがいたしましょうか。